2月22日月曜日、時刻は7時を過ぎました。7時台はコメンテーターとニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんです。それでは最初のニュースはこちらです。竹島の日の今日、島根県で式典開催。 島根県は竹島が明治時代に県の所管となった2月22日を条例で竹島の日と定め、毎年式典を開いています。今日松江市で開かれる式典には、今年も内閣府の政務官が派遣されることとなっています。 日本固有の領土である島根県沖野島町の竹島は韓国に不法占拠されて69年が経っています。えー、派遣するのが内閣府の政務官ということですけれども。はい。うん、あの、別にね、これ和田さんが、和田政務官が悪いというわけじゃないんだけれども、はい、あの、やっぱりね、このあたりにね、日本政府の弱腰ぶりと言ったりのかな、なんで政務官なんですかと。 で、日本固有の領土を主張しているんであるならば、はい、あの、まあ、あの、私としてはね、やっぱり総理大臣にこの式典開催にね、えー、向かってもらいたいなと、出席してもらいたいなと、えー、思いますし、はいえー、少なくともですね、担当大臣が行くべきではないのかなと、そうしないとですね、やっぱりあの、韓国サイドに、えー、きちんとしたメッセージが伝わっていかないと思うんですね、えー。そういった意味で言うとですね、韓国サイドから見ると、まあまあ、政務官なんだからみたいなね、えー、これに対して、とりあえず、えー、まあ、 工作的に抗議をしとこうかみたいなえー、そういうなんかこう、慣れ合いのね、えー、要するに日本は韓国の,その実効支配を一定程度認めてるみたいなね、えー、そういうようなイメージを持たれてしまうんですねそういうメッセージを発してしまう、えーあのー、ですからね、少なくともね、韓国サイドの、ね、世論を見てみますと、あのー、なんですか、その日本がね、えーまあ、竹島をですね奪回、えー、しに来る、えー、ような、その言ってみれば、ですね、えー、軍事的にです、ね、何か侵攻するようなことはね、全く想定してない。 な,ないですよこれ、まあその竹芝の日を含めまして、この反発してくるんだけれども、あの非常にですねこの竹島問題というのは、韓国国内の国内政治政局にまあ、使われてると言ったんですかね、はい、要するに、えー、愛国心をアピールするためには、かあの竹島に上陸する、あるいは、えー、竹島問題で、えー、強く発言をするということが、なんかこう、えー、日本を批判して、そして韓国国内の愛国心を喚起するようなね、うそういうような材料、道具だ に使われててしまっいいるととうこなんですねあのですから日本としてはですねここきちんとアピールしている必要もあるしでどうなんでしょうねただねこのまあ言ってみればあの領土というのは国民と並んで国家主権に属することなんですよ、ええ、国家主権に対する侵害ということに関して言うとやっぱりね、えー、これは日本政府が一番守らなきゃならないことこだから国家主権については。 あるんだろうなと思いますし、で、加えて、やっぱりこれまではね、とは言ってもこれまでは、どうなんでしょうね、えー、北太平洋地域において、日米間というね、はい、えー、このトライアングルで、この安全保障といったらいいんですかね、えー、まあ、 そのリスクから退治するというね、仕組みがあったんだけども、韓国がぐーっと中国シフトを強めた結果ですね、要するに、この、ね、北東アジアの西側のですね、まあ、特にアメリカを軸とするですね、安全保障の枠組みから、韓国に対する期待感といったんですかね、存在感というのは、どん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 希薄になっていく。例えばクアッド一つ取ってみてもですね、もはやもう韓国っていうのは不必要な存在になってるわけですから、まあ、そこを、さ先ほど申し上げたように、日米韓という枠組みを 配慮しなければならなかった時代においてはね、ね日本も政治的に一定程度の配慮は必要だったと思うんですよ、この竹島問題を巡っても、えー、もうその必要性はないんだから、だからえここは強く出るべきじゃないかなと、国際環境も変化したんだから、要するに、えー、その変化する前のね政務官派遣というところから、やっぱりもうここは強気に出るべきだと思いますけどね。うん えそしてあの北方領土の日というのはあの閣議決定して定められていると思うんですけれども、ええ、竹島の日ってその島根県の条例にこうよるものなんですよね、ねこれに関してはいかがですか、ええ、あのですから、ここもです、ね、<え>本来だったら閣議決定をして閣議決定するということは、えー、法律と同じような意味合い、効果を持ってきますから、はい、ここはきちんと閣議決定して日本の断固たる姿勢を見せる必要はあるのかなと閣議決定したからといってでも帰ってくるわけじゃないんですよ。ただそこもやらないうちに返せ返せと言って 見ただろうで 現実性を一時に欠くんですよやっぱりここは閣議決定をしてですべきだと思いますしでこれに関してですねもう一つやら,なやらなきゃならないのはこれ韓国との二国間協議だけではなくてね国際社会に、えー、この正当性といったらいいんですかね竹島は日本の固有の領土だということを訴えていくというか情報発信をどん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 していく必要があるかなと、うん、先ほどの話に戻りますと、はい、政務官しか派遣してないということは日本もなんか弱みがあるんじゃないのと、うん、なんか、えー、正当な理由は、ね えまあ主張できないような何らかの事情があるんじゃないのというようなことを伺わせることはやめるべきだと思いますけどね、はいえー、まずこの時間は竹島の日について取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますこの時間に取り上げるニュースまずはこちらです 新型コロナワクチン第2便、昨日成田に到着。アメリカの製薬大手ファイザーのワクチンが昨日午前、生産工場のあるベルギーから成田空港に到着しました。ワクチン空輸は今月12日に続いて2回目で、政府によりますと今回は最大で45万回余り接種できる量が届いたということです。 1> 第1便と合わせますと2回接種で42万人分近くが確保されたことになります。これに対して、今月17日に始まった医療従事者への先行接種におよそ4万人分、続いて優先接種を受ける医療従事者にはおよそ470万人分が必要になる見込みです。はい。 えそういった点で言うと、まだ10分の1しか日本に到着してないということなんですけれども、ただですね、このワクチン接種に関して言うと、日本はですね、先進国の中で周回遅れ、やっぱりちょっと遅れた遅れ気味になってるかなと思うんですけれども、じゃあ先行接種している国々はどうなってるのかっていうとですね、あの、これはあまりですね、日本では報道されてないんですけれども、あの、実はアメリカのケースを見てみますとね、アメリカ昨年の段階かな、1年ぐらい前の段階ですと、 25万人前後で推移していたんですけれども、えーえー、ただ、声きて激減してましてね、先週、6万人台まで落ちたんですよ、すねえー、直近では7万人前後で推移してるんですけれども、でその6万人台に落ちたときのです、ね、ワクチン接種率をこれ、調べてみますとね、はい、いろんなデータ集めて、計算してみますと、だいーセ20%超えたんですよ。えー まあこれが1回目で止まっているのか2回目突破したのかっていうのはちょっとデータ上は明らかじゃないんだけども、少なくともワクチン接種率は20%を超えている。で、その一方で、どうでしょうね、あの、感染者数が激減している。まあ激減という表現をアメリカでは使ってるんですけどね。で、それやっぱり相関関係があるだろうなと。一定程度の集団免疫が形成されつつある。やっぱりワクチンを接種することは効果があるんだということが、まあ、 このアメリカのケース、まあ、もちろんね、ヨーロッパでも激減してますし、えー、ロシアでもね、自国製のですね、ワクチン接種でこれまた激減しているというところから考えてですね、やっぱりワクチンは、えーまあ、一定程度の効果があるんだと見込めるんだということが明らかになっている。じゃあその結果何が起こるかっていうと争奪戦ですよ。まあメーカーの方でですね、製薬メーカーの方で、えー、まあ順調にこれが、えー、生産できればいいんだけども、まあどうもちょっとそのあたりもですね、えー、まあ予定通りには 計画通りには推移してないないとでそうするとです、ね、日本はもちろん自国メーカーで作っているわけじゃない、例えばファイザー製薬、アメリカの製薬メーカーだけれども、あのヨーロッパ、ベルギーで生産、ベルギーの工場で生産している、えー、その搬出、輸出に関しては EU の許可が必要だと、はいまあ、いろんな意味で,です、ね、あの外国頼みになっているし、外国との交渉が必要になっている、そういった中で、どういうふうにね、交渉が進んでいるのか、このあたりが一切情報開示されてないんですね。 まあこのあたりはです、ね、ある意味で国家機密に当たるみたいな、ね、位置づけがされていて、えー、河野担当大臣もです、ねえー、この辺については情報開示を積極的に、えー、応じてないというところもあるんで、はい、そのあたりが非常に不安な要素になってるんですね。ですから、どうなんでしょうね、まあ、あの来れば順調に、えーね、あの到着すれば、日本に入ってくれば、これは問題ないんだけども、そのあたりの不安を抱えている中でね、やっぱり一定程度の情報開示と、えー、ど,どの程度交渉が進んで でどういうスケジュール感で入ってくるのかというのをえきちんと情報を開示してもらいたい。で加えてです、ね。今は医療従事者に限定されてるからいいんだけども、はい、これからね基礎疾患のある人たちあるいは高齢者。 というところにね、えー、推移していくわけですから、ちょっと順番間違えましたね。まず、高齢者、そして基礎疾患と。で、そうするとやっぱり、各自治体がですね、はい、それに向けて体制を整えなきゃならない。うん、会場の確保、そしてその接種をする医療従事者の確保に移っていかなければならない。とか、各自治体もですね、一体どういうスケジュール感でこれが入ってくるのかが見通せないものですから、うんえー、なかなか動くに動けないっていう状況もあるんですよ。ですから、あの、そのあたりについてですね、安心感、 スケジュールをこう、ね、拡大、広げていくということ、それから実際のですね、えー、作業のスケジュール感を確定させるためにも、ですね、うん、きちんとそのあたりのね、えー、情報開示をしていかなきゃならない、まあ、話を表に戻しますけれども、えー、これだけの効果が認める、ね、見受けられるということになると、その言ってみれば、ですねワクチンの争奪戦というのは、はい、これ、起こってきますからね、要するに本当に入ってくるんですか、予定どおり入ってくるんですかというところが、その争奪戦との兼ね合いになってきますからね。そ その辺りもきちんと情報解除してほしいなと思いますねうんあの先ほどワクチンに関しては集会遅れってあの須田さんおっしゃいましたけれども、ええ、各国で高接種が始まっていることでそのまあ効果であったりとか対応の仕方というのはまたそれは日本で生かせる部分はありますよね。そうですね、うん、あのですから、えー、もう一つは副反応の問題ですよね。はい、まあワクチンの場合は副作用ではなくて副反応という、えー、まあ用語を使うんですけれども、ええ、でそうするとどういうリスク懸念があるのかということは、うん、遅れた分だけね、ええ えー、そのあたりについては、ですね、えー、結構ちゃんと情報が入ってきますから、それに対してどう備えなきゃならないのか、例えばね、えー、フラキシー症候群って、ショックってありますよね、あのはい、アナフラキシーねで、これについては、ですね、まあ、言ってみればその、あのー、一定程度の機会が必要なんですって、うん、薬だけじゃなくてね、えーえー、でそれについても、ですねどの程度確保しなきゃならないのかと、どういう対応が、えーねえー、必要なのかっていうところが、やっぱり見て取れますから、そうするとですね、例えば、その、 かかりつけ医で、ね、本当に受けられるのかどう接種できるのかどうなのかっていうところもですねあの考えなきゃならないところもあるんですねだからその辺りの体制を整えるためにも特に高齢者、ね、あの一定程度の懸念を持っている心配を持っている高齢者の接種が始まるとその辺りのですねそのかかりつけ医の対応なんかも、えー、活かかせるんじゃないかないいと思いますけどね、はいえー、そして続いて取り上げるニュースはこちらです。 G7 首脳声明、東京オリンピック・パラリンピック開催の決意を各国が支持 G7 先進7カ国の首脳は19日テレビ会議を開き、菅総理はこの夏のオリンピック・パラリンピックを開催する意欲を表明しました。会談後に発表された首脳声明には、日本の決意を支持するとの文言が盛り込まれています。 そして菅総理は G7 で東シナ海や南シナ海で一方的な現状変更を試みる中国に対して、毅然と対峙する姿勢を表明しています。はい。 あの先ほどの,です、ね、あの,このワクチンの問題もこの G7 では話し合われましてね、はい、やはりそのワクチンの争奪戦が実際起こっている、うん、あるいは起こりつつあるということを受けてやっぱり先進国が、ねえーまあ、自国で開発したもので自国で生産しているものだということで優先的に、えーまあ、分取り合戦に入っているわけなんだけれども、はい、でこれに対して途上国が批判ン出てますよね。ある種のこのワクチンをめぐっってて南北問題先進国国と途上国の対立関係になってき しているわけですから、はい、その辺に対して途上国に対してどう配慮していくのか、えー、そういった点でね、あのー、途上国向け、えー、供給支援の国際的な枠組みで、えー、2億ドル相当、えー、のですね教室が、えー、まあ決まりつつあるということを受けてですね、やっぱりあのー、この問題っていうのも結構先進国の中でも重要なテーマになってきているのかなと思いますね。で、そしてもう一つはね、やっぱりあのー、この G7 で、えー、菅総理独自性というのは独自カラーといったのかな発揮したなと思うん。 でこのね、えー、特に、えー、まあ言ってみればですね日本の、えー、対中国の問題で、はい、尖閣諸島の問題というのは。 あの言ってみればそのテーマで取り上げられる予定は当初なかったんですよ。ええ、あのですから、その尖閣沖のです、ね、中国船の、えーまあ、領海侵入の問題について、これを取り上げて、で特にヨーロッパの国々もです、ね、アメリカももちろんですけど、ヨーロッパの国々も、この、ね、東シナ海、南シナ海での一方的なです、ね、中国の主張に対して、非常に強い不快感、はい、そして、まあえー、何かこう、ね、行動を示さ ななならないということで、イギリス、フランス等々がですね、えー、まあ、フランスというのはニューカレドニアというです、ね、自国の領土がありますから、うん、えその辺でですね、えー、まあ実力交渉を含めてですね、動き始めている、千在地区のチャンス、で日本も尖閣諸島の問題を抱えてるんだという意識の共有がね、図られたという点で、えー、これはですね、えー、菅総理の私はね、それを持ち出して、えー、同意を得た、合意を得たという点で言えばですね、うん、中国に対する懸念に対して合意を得たという点で言えばですね、まあ、クリーン ヒットだったんじゃないかなと思いますね。あの当初はその会計法の施行に関してその問題のある規定を含むというふうなこう発言であって。 あの国際法違反って発信した方がいいんじゃないかみたいなそういうふうな声もあったと思うんですけど、ええ、こういった場で伝えることにすごく意義があるということですよね。そうですね、うんえー、中国に対しては強烈なです、ね、プレッシャーになったんではないかなと要するに G7 の西側先進国の中で、えー、その意識の共有かつまり、えー、中国のそういった動きに対してです、ね、警戒感強い警戒感を持っているという点が、ねうん、共有されたということは大きな意味があったんじゃないかなと思いますね。はい、そしてあのヨーロッパ各国はあのイギリスとか フランスとかドイツ、まあ、中国に対しての対応が本当にこう厳しくなってきているという,ふうな印象もあるんですけど、ええ、まあワクチン外交に懸念を表明したりですとか人権問題ですとかそういった部分はかなりあの声を出していますよねマクロン大統領も。そうですから、まあ、人権問題についてはあのヨーロッパの方が強い、ね、懸念を持ってますから日本は、ね、そこを弱がちなんですよ、人権中国の、えー、新疆ウイル自治区であるとかね。 しっかり考えた方がいいんじゃないかなとヨーロッパとで、えー、あるいはアメリカとで,ですね、えー、まあ足を揃えてた方がいいんじゃないかなと思いますけどねはい以上おはようニュースネットワークでしたこの時間は教えてニュースキーワードです総務省幹部公鉄 放送関連会社東北新社に勤める菅総理の長男から総務省の幹部4人が接待を受けていた問題で19日、秋元情報流通行政局長と湯本官房審議官の2人が異動となり事実上の更迭となりました。秋元氏は19日の衆議院予算委員会で長男が国家公務員倫理規定上接待を受けることが禁じられている利害関係者に該当すると認めました。 総務省は今日衆議院予算委員会に調査結果を示して、他に接待を受けていた二人も今月に処分する方針だということです。 はい、あのーまあ、こういった点で言うと、ですね、えー、総務省の対応がもうダメダメなんですよ、うもう最初からこれは大失敗というふうに、はいえー、私は言えるんじゃないかなと思うんですね、えーで、何が失敗だったのかをちょっと説明していきたいんですけれども、あのー、言ってみれば、ですねこの東北新社、まあ、これが、えー、菅総理の、ね、息子さんであるかどうかは別としても、ですね東北新社という、ね、BS 放送を運営している会社の社員と会食をすること、えー、これについてはですね、えー、まあ、 あの倫理規定に国家公務員の倫理規定に定にしてしちゃうんですよ。でこれは会食だけじゃなくて例えば、えー、ゴルフであるとか旅行一緒に旅行に行くことこれ視察や旅行なんか除きますよ、えー、そういった、えー、観光旅行の等に行くことそしてこの会食については禁じられてるんですがただですね、えー、そのゴルフや旅行と違って会食っていうのはちょっとあのもう少し、ね、あの軽めの、えー、見方がされていてですね、はいえー、ゴルフとか、えー、旅行という は割り勘でもダメなんだから会食に関して言うと折半、割り勘だったら OK ですよという規定になってるんですね。うんはい、まあおそらく割り勘っていうのはありえないでしょうから、ごちそうになってしまったんでしょうけども、だとしたらそこのところを認めて、でそしてこれは違反してるんだから、早々に処分を下していけばよ、の問題もなかった。うん、で、ただ、えーね、あの疑われるのは、じゃあその会食の場で、 え、言ってみればですね、それ何かの働きかけ。 ね、えー、お願い事をされたのかどうなのか、はい、つまり、贈収賄的なですね、えー、何かこう、動きがあったのかどうなのか、やり取りがあったのかどうなのか、これ一番気になるところだし、ね、一番問題とされてるところですよね。はい、まあ、行政が歪められたんじゃないか、みたいなね、はい、そういったとこですよね。だから、その点についてはですね、きちんと省内調査をして、まず事実関係を把握すること。うん、で、そしてその上で、えー、それを踏まえた上でですね、いや、こういう会食ですから、えーうん そういった話は、えー、仕事の話は出たけれども何か頼み事をされたりとかで、えー、そういったことについて働きかけがあったとかそういったことは一切ありませんでしたと国会答弁を含めてねう、はい、そう説明しておよかったんですよ。ところがですね、えー、その業務に関することは一切ありません、えー、放送業界全般の話題が出た記憶はないと言い切っちゃったわけですよね、はい、これが最大のミスでですすよそんなななはずいいじゃないですかね。 もう最初から最後まで、じゃあ何あの、全然なんで放送会社の人間と会ってんのに放送の話が出ないんだ逆にその方がおかしいですよ。世間一般の常識から考えて。えー、最初から最後までずっとくだらないなんか女の話なんかしてたのかっていう、<laughs> それはそれで問題なのかもしれないけれども、普通だったらね、仕事絡みの話だって少しは出るじゃないですか。それが世間一般の常識ですよ。ね。だからそこの点は認めて、で、出たけれども、何かね、えー、法に触れるような働きかけが かったとかそういうことがついたなかったって言ったらそれ以上追求するような追求されるような材料はメディアの方も、ねはい、え逆に言えばですね野党の方もないわけですから。ええ、ね ただし、あのー、この点についてはね、あのー、週刊文春うまいなと、えー、よくやる手なんだけれども、何かというとですね、大体いいこういう時は手持ちの材料を全部フルオープンにしないんですよ、最初の第一歩を流した時に。だから、会食しましたね、写真を出す、ね、で、話を聞く、で、そこで安心しちゃって、そのよもやその会話の内鏡が漏れてるとは思わない、総務省は。 そうですね,ね。で、ところが IC ね、あの、レコーダーに記載ね、載っている、要するに音声データが出てきちゃう。はい、持ってますよ、そりゃ。メディアは。えー、そのことを踏まえた上で、えー、対応すべきだったなあとで。隠し通せると思った総務省マンはですね。むしろね、自ら進んで罠にはまってしまったかなという感じがするんですけどね。 でもね、あの記憶にはありませんって言って、その後でこで情報が出てきてあ、やっぱり今となってはあったんですねっていうふうなこう形になってしまったっていうことですよね、うん、むしろ、その今ね、その更迭したこの野党が疑惑は深まったみたいなね、うん、<laughs> お得意のフレーズが出て,、ねえー、出てくる、ね、ことになっちゃうわけですよ。はい、確かに深まってるのよ何ももないんだけども だって、慌てて、どん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 ね、新しい事実が出てきて、その度ごとに、えー、ね、それを認めて、えー、どんどん後退している。それでもうね、慌てて、慌てふためいて更迭する、なんていうね、えー、ことをやってたら、なんかやましいことがあったんでしょ普通はこうですよ。はい。ねうん。なので、なんかこう、また盛りかけだ、みたいなね、そういったこう、声もあるみたいですけどね、うん。だってやってることは盛りかけと同じような、う何にも問題がないところで、 ねえー、もう最初から、えー、もう跳ねのけようとするから、はい、次から次へと新しいだから最初にですねきちんと情報っていうのかな、えー、調査をして情報を把握して、ねはい、え出せるところは全部出していきましょう、ねえー、その上できちんと処分をしていきましょうということをやってれば何の問題だって。 こんな場所でね考えてみてください1回2回ね、まあ、1回2回じゃないか、えー、何,回何回か3回か4回ですかね、えー、飯食っただけで便宜図るわけないじゃないですかその程度で、はい、その中でね現金のやり取りがあったらどうかやったら別ですよまさかね 官僚がお役人が今、そんなところでねえ、どっかの大臣じゃあるまいし、お金もらうはずがないんだから、はい、そんなことやったら自分の人生、棒に振るんだから、そんなことするはずないんだから、えーね、その会食したということを認めた上で、だってその4回ぐらいの会食でね、え便宜を図るはずもないんだから、まあ、その辺はですね認めるところは認めた方が良かったんじゃないかなと思いますけどね、うん、もう最初からすべて説明してしまった方が、これは良かったってそう、危機管理のところですよね、そうですね危機管理を加えて、ダメージコントロールね。 だから追わなくていいダメージを負ってしまったということになるんじゃないかなと思いますね。もう総務省が対応はダメダメだったということですね、これは。はい。えー、ここだけニューススクープアップ。この時間最後のニュースをスクープアップ。バイデン大統領日系人強制収容を恥ずべき歴史と謝罪。 アメリカのバイデン大統領は太平洋戦争中のアメリカで日系人強制収容の根拠となった大統領令署名から79年となった19日、アメリカの歴史の最も恥ずべき時代の一つと声明を発表し、改めて謝罪しました。 また、そして、バイデン大統領が就任してから1ヶ月経ちまして、新型コロナウイルス対策ですとか、気候変動の問題、外交などの分野で相次いで政策を発表しています。この1ヶ月、そして、あの、今回のこの謝罪についてどうご覧になりますか、うん あのー、このね、日系人の強制収容に関して言うとですね、はい、あの、私、ハワイで取材をしたことがあるんですよ。えー、で、やはりですね、あの、明治になってね、あのー、日本人とか日本の国内で、やっぱりあの、ね、食べていけなくなった人たちが、まあ、事実上騙されて、えー、労働者として連れていかれて、砂糖きび畑等々でね、うん、えー、まあ、まあ、奴隷のように刺激されていった。で、だから、あの、ハワイっていうのはですね、赤土なんですが、あの、この赤い土の色というのは日本人の、 血の色だみたいなねえー、ことを言ってでただ自分たちの代だけではですね、えー、なかなかその裕福になれないとかなれないとだから子供にお金をかけて教育を施していくんですよ、はい、でそういった中でね日系人の地位がですね徐々に徐々に上がっていくという状況ただこれがねリセットされてしまったのがこのパールハーバー真珠湾攻撃なんですねで一歳8歳の財産を取り上げられて強制収容所に送られて適正外国人また元に戻って元が かですねえー、戻っっててしまってだから、今、日系人というのは、例えば、あの、ハワイでは、弁護士であると、弁護士資格を持ったりとか、まあ、様々な分野で活躍してるんだけども、はい、え例えば、ハワイ州知事にダニエル・イノさんがなったりするっていうところまで、知事が向上していくんだけども、えー、これはですね、自らね戦後作り上げてきた、やっぱり、努力の賜物なんですね。何も保証してくれなかった、バックアップはしてくれなかったですからね。だから、そういった点で言うと、やっぱり、その、レーガン政権の時に、 謝罪をし、補償をしたというのは、大きな転機というか、えー、まあ最終的な名誉回復につながったのかなとで、やっぱりそれを歴代政権がどう踏襲していくのかっていうところが、やっぱり問われてきたわけなんですね。まあ、ですから、バイデンさんとしては、まあ、レーガンさんは共和党ですけれども、バイデンさん、民主党としてもです、ね、やっぱりそこはです、ね、継続的にやっていくんだというところを示したという点ではです、ね、やっぱり政策の継続性という点では良かったんではないかなと、私は思います。 うん、あのですから、あのやっぱりこのバイデン政権あるいは民主,民主党政権というと人権というところに強く強く配慮していく特にマイノリティ ねあのーまあ、地位向上したときは日系人もマイノリティですからえそこに対してもきちんと目配り、気配りをしていくんだというところをです、ね、示したという点ではトータル的に見ると、ねえーまあ、バイデン政権の,その、ねえー、人,権対人権政策の中の、えー、一つというところに位置づけられると思いますけどね、うん、そしてこの1か月はどう考えられますか、うんあのー、やっぱりです、ね、あの大統領令と、えーまあ、いうのは、えー、議会がその対応 まあ、通常だったら法律をちゃんと作ってそれを大統領が署名してそして政策を進めていくというのは、えー、普通の手続きなんですけれどもそれでは間に合わないところ時、ねえー、スピード感といったら、えー、もっとスピーディーに対応したい時にはです、ねまあ、この大統領令というのをまず先行にです、ね、発出してその後に議会がついてくるという、まあ、ことになるわけなんですけれども、はいまあ、そういった点でいうとスピード感を持って、ねえー、物事に当たっていこうと。 ですから、えー、トランプさんがね、あの、変えた方向性っていうのは元に戻すという点で、スピード感を持って対応していこうという、えー、スピード重視のですね、まあ政策だろうなと思いますけどね。えー、うん例えばどういったところがありますかうん。あの、例えばパリ協定への復帰であるとか、はいうん、まあですから、えー、まあ言ってみればですね、パリ協定から離脱して、なんかアメリカだけがですね、地球温暖化、えー、政策に逆行しているかのようなね。で、そういった中で、えー、中国がですね、なぜか 主導権を持とうとしてただ中毒、中国って、火力発電所増設してるんですよ、そうですよね。ねで、まあ、言ってみればです、ねあの、電気自動車というところだけで、うちは、ね、あの温暖化、ねえー、対策について、積極的に取り組んでますみたいな、なんかごまかしをして、その主導権を握ろうとしているところに対して、やっぱり一定のです、ね、くさびを打ち込むという点でいうと、まあ、ここはです、ねえー、早期の対応という点では良かったんではないかなと思いますけどね。う ととといいうところででくとあのイランの核合意もですよねただ、これについては、ですねその一朝一夕に進んでいく話ではないけれども、はい、やっぱりイラ,ンイランにとってみても、ですねじゃあ、その、えー、政権が変わるごとに、コロ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 、えー、自国に対する対応が変わって、じゃあ、一体誰を信用したらいいの、4年後また変わるのも困るよねというところで、えー、ここについてはですね、えー、ますぐさまです、ね、イランとの関係が改善するわけではないけれども、やっぱりそういった点でいうと、日本の立ち 立場というのが、そのイランにパイプを持っている、ねえーえー、日本の立場というところが問われてくる、つ,つまり、えーまあ、日本の菅政権に対する依頼といったり、依存度といったらいいんですかね、この対イランに関してはね、えーまあ、バイデンさん、その辺について、えー、どう菅さんに、えーまあ対,ね、対応してくれるのかというところが、一つ注目ポイントではないかなと思いますね対イランのみならず、日本がそのパイプ役となって、このアメリカとつなぐっていう役割は、他のことでもやっぱりありうることですねそうですね。 うん、あのミャンマーなんかもそうですしね、日本というのは、そういうところは、ね、融通無下ですから、その軍事政権に対してもね、えー、パイプを持ってますから、うんまあ、そういったところで、まあ、アメリカはね、そのミャンマーに関して、やっぱりちょっと今回、強く出すぎ、国内事情を考えると、その人権問題というところを考えると、クーデターに関してはです、ね、強く出ざるをえないんだけども、そこにブレーキをかけていく。 っていうまあ全面に出てブレーキかける必要はないけれども、やっぱりそのバイデンさんに対してバイデン政権に対してですね、やはりあの日本からですね一定程度の事情説明であるとか、うん、理解を求めるってことは必要になってくるんじゃないかなと思いますね。このままで言うとミ、えー、ャンマーの軍事政権も中国シフトを強めかねませんからね。改めて日本はこうアメリカとこう今後どう付き合っていけばいいと思いますか。うん。うん、あのだからその辺で言うとですね、やっぱり日米同盟っていうのが日本の外交、はい、安全保障 の主軸ですから、やっぱりそこを最重視しなきゃならないわけですから、加えて、アメリカ第一主義、アメリカファーストからですね、こうね、各国間の協調というところに切り替えた。とは でもも言言っっててるるここととはバイデンさんが言ってることもアメリカ第一主義なんですよアメリカ国民の国益、それはそうなんですよ。えーえー、どこの国だって、えー、自国の国益を重視しないで、外国との関係を、ね、あの重視するとはありえませんから、日本は日本の国益を追求していく、その点で言うべきことはいい、ね、協力すべきところは協力する。だから、何が何でもでも、ねえー、アメリカにおもねる必要はないと思いますね。だから、何を言っていくのか、きちんと言えるのかどうなのかというところは、えー、今後、注目すべき点だと思いますね。はい えここだけニューススクープアップ、バイデン大統領日系人強制収容を恥ずべき歴史と謝罪というニュースを取り上げました。